job I made Yamaguchi to get connected here. 作られてますし、もうこの雰囲気作りもこの会場の熱もすごいですし、この場で自分が戦うって思うとすごい楽しみでありますし、もうすごいワクワクします。その1回負けてから、どういうふうにゲームプランを変えたっていうところで言うと、やっぱりこう自分がどんどんいろんなことができる中で、あったんですけど、その中でやっぱ自分が一番強いところっていうところでレスリングで、グラップリングのフィニッシュっていうところにもう重点を置いて、その色気を出すとかではなくてシンプルに自分の一番強いところで勝負していくっていうところにゲームプランを変えて、でその中で、マインドセットのところも楽しむっていうところに変えてから、こう自然に力を発揮できるようになりました。あのトライアングルチョークは、狙ってるっていうよりはそのいろいろフィニッシュがある中で、その流れの中で、まあ、肩固めが決まったっていう感じの流れで、まあ、他にもいろいろフィニッシュする技あるんですけど、試合の、動きのプランの中で決まったっていう感じです。Congratulations and welcome to ONE Championship, Kimihiro Eto. Yeah, なんかこう呼ばれたら嬉しいなっていうところはありましたし、呼ばれた時にやっぱりこう嬉しさっていうのすごいありました。やっぱり目標してたONE Championshipのベルトを目指すまず第一歩目がようやく踏み出したのかなっていうのすごい嬉しいです。まあ、本当に去年からあのウォリアーズシリーズに出てあの契約することを目標にしてたと思うんで、本当にその、まあ、一つの目標ですよね、それがかなって本当にチームメイトとして嬉しいなと思いました。まあ、本当に江藤選手の強みはやっぱりレスリングの実績があるところ、まあ、本当に組み技レスリングでは本当に日本のトップだと思いますし、正直うちのジムの中でもこう対抗できるようなあのそういう選手いないんで、本当にうちのチームでもトップだし、日本の中でもトップだと思います。そこがやっぱり世界でも通用する部分だと思うんで、そこは期待したいですね。まあ、そういう部分で、組み合わせの練習の時にはこう、まあ、リーダーシップ発揮してこうみんな教えたりとかあのテクニックを教えたりとかしながらこう練習するリーダー的存在です。高校生の時は、レスリングのグレコローマンと、フリースタイルって2種類あるんですけど、高校3年生の時に両方とも、全国大会の方で優勝することができました。で大学に入ってからは、最高成績は全国で2番っていう結果に終わってしまって、やっぱりそこの部分で不完全燃焼に終わっちゃったのかなっていうところあります。はい、もちろんやっぱりそのスポーツ今でもそうなんですけど、やっぱりやるからには一番目指してる、やっぱやらないとこうしょうなんか仕方がないというか、そういう性格なのでやっぱ一番を目指してます。ですそれはすごい ありがたい、こうやっぱりウォリアーがあったから今ONE チャンピオンシップに出るっていうところもあるんで、ワンウォリアーシリーズのまず1試合目のところで負けてしまったっていうところなんですけど、やっぱりこう自信もあった中でこういい勝ち方をしようと、いろんなこうことを考えすぎちゃってこ うまくいかずに負けてしまったところで、こうよりシンプルに、戦う自分の一番強いところで戦うっていうふうにもう決めてやるって決めたところから楽しんで、そこから2試合目3試合4試合目と3連勝、まあ、同じフィニッシュで勝てたっていうことはこうワンウォリアを通して成長できたなっていうところがやっぱりあります。連絡をしようと思ったんですけど、その前にもう向こうからその連絡が来てて、勝ったのおめでとうっていう風に来てて、で
最終的に自分もこういう風に決まったよって契約がって言ったらすごい喜んでくれました。なんか、やっぱり勝ったっていう安心感と怪我なくっていうところと、やっぱこれでようやく自分の目指したところにこうよく立てたっていうところですごい一緒に喜んでくれました。結婚したのが、前回の試合の前ですね、去年の、11月に結婚してます。入籍っていうのか、私が何年前ちょっと5年そうですね、5年半ぐらい前に、居酒屋でバイトしてて、でそこにお客さんとして来まして、でなんかその時に友達となんか飲む約束をしたみたいなんですけど、なんかそれをドタキャンされちゃって、なんか一人で来て、でその時に初めて会ったのがきっかけです。私がちょっと一目惚れだったんですよ。でちょっとこう話してみたいなって思って声をかけて、でそこでなんかちょっとこう宮崎の話とかいろんな話をしてもらって、出身の話とかを、その時になんかこうふと話してて、なんかこうすごいこう、あこの人と付き合いたいみたいな感じで思って、でその人が帰る時に私がちょっとこう連絡先教えてくださいって言って教えてもらってから、3回ぐらい会って、まあ、付き合い始めたっていう感じです。やっているのは初めて、会った時には言われてなくて、でその後ご飯した時に、聞いたんですけど、もうその時多分お仕事してたので、お仕事しながらなんか趣味で格闘技やってるみたいな認識でいたんですね。なので、ああそういう趣味持ってるんだぐらい程度の認識の感じでした。純粋にすごいなって思いましたね。やっぱり自分に持ってないものをすごい持ってるなってずっと思ってるんですけども、やっぱりなんかこうやっぱスポーツで生きるのにも相当の覚悟がないといけないと思うので、それに対して一生懸命やっているっていうのは本当に私は尊敬してるな、すごいなって思ってます。正直サポートできてるかって言われたらちょっと彼に対して私が何ができてるのかなとすごいいつも思うんですけども、なんか常にこう楽しくいたいっていうか、楽しんでいようっていう風なところでやっぱ明るいですし、こっちもそれを見ててこう明るい気持ちになるし楽しい気持ちになるところがすごく一緒にいていいなと思います。やっぱりこう自分なりにこう食事栄養のこととか勉強してくれて、こう体にいいものを作ってくれたりとかしてくれて、こう努力してくれてたんで、やっぱそういう部分はすごい助けられてます。でも結婚を決めてからこう覚悟がよりこう決まったっていう、迷いがなくなったので、それでこう試合も迷いなくできてるから勝ててるっていうのもあるので、すごくいいこう自分を奮い立たせる、こう理由になってますね。あ、逆にその格闘技に集中して今後やってきなさいっていう形ですごい応援してもらってます。今そのワンチャンピオンシップが決まったことによって、今フルタイムファイターのような今生活を送れてまして、こう充実した毎日を送れています。 Welcome to a new era. For the first time ever, it's one championship.The largest martial arts organization on the planet, on Japanese soil. やっぱり今いる日本っていうこの国でこう応援してくれてる人の前で試合ができたら最高ですね。いやめっちゃ緊張してます。いやすごいですね、会場の熱が。やっぱり、一本や KO、TKO とかを狙えるフィニッシュを、できる選手で、ワンチャンとしてのショップに上がっても、そういう選手で出たら
最高だなと思います。やっぱなんかこう会場の盛り上がり、やっぱこうお客さんの日本での熱量もすごい高いんで、なんかすごい見ててワクワクしますし、すごい面白いです。やっぱりこうなんですかね、こう一試合一試合しっかりと入場からもうこう作られてますし、もうこの雰囲気作りもこの会場熱もすごいですし、この場で自分が戦うって思うとすごい楽しみでありますし、もうすごいワクワクします。今ワンチャンピオンシップに向けて、いろいろ対策ではないですけど、例えば打撃の向上もそうなんですけど、今持っているレスリング力でフィニッシュ、グラップリングっていう力をより向上するためにより強い選手と練習するようにしています。はい、今モチベーションも上がって、やっぱ練習の質とかやっぱり環境とかもよりいいものにしようっていうふうに思ってますし、これから自分の力を試せるっていうところですごいワクワクしています。